はい、二度目の来店になります。新八食堂ね、行ってました。前回はね、鶏の料理を食べたんで、肉料理を食べたんで、今回はお魚食べてみたいなと思いまして、あと蕎麦ですね、麺類も食べたいなと思いまして、行ってきました。はい、店内空いてました。はい、ちょうど1時半頃だったんですけどね。はい、お品書きもね、前回と同じです。蕎麦、うどん。定食と肉定食、干物定食とね、肉定食、まあ、各種天ぷらから丼とかね、いろいろありましたね。はい、お子様メニューも小鉢もあります。今回は干物定食ですね。何を選ぼうか悩みました。何がいいのか、店員さん呼ぼうと思ったんですけど、店員さんも忙しいなと思って、でやっぱり島ホッケがいいかな。一尾はちょっとね、僕食べきれないと思うので、ね、半身なら食べられると思いまして、早速ですね、ちょっとタッチパンで、ちょっと反射でね、明確にはきれいには画像撮れなかったんですけど、ね、はい、定食、まあいろいろお魚あるんですよね。あ、もう全体映せばよかったな。次はちゃんと映せるように、ね、撮影します。サバ文化ボス、これもなんか欲しいですね。次はサバ文化ボス行こうかな。はい、出ました、島ホッケ半身定食780円。注文完了しました。これです。で、大根おろし、それからこれシナチクか、スマホって半身定食780円で抜きです。お味噌汁ね、わかめと粉入ってました。いいです。ちょっと骨を取るシーン撮りたかったんですけど、ちょっと片手アンドロイド持ってたんで、スマホ持ってたんで、ちょっと上手に撮影できませんでした。早速いただきます。大根おろしに醤油をかけてですね、はい、水圧でちょっとへばりついちゃってる蓋が、はい、はい、ご飯です。いや、お味噌汁美味しそうですね。美味しかったです。美味しそうじゃない、美味しかった、はい、当然グッドです。やっぱりお魚は食べ方、骨がついてる、それを取り除いて食べる楽しみですかね。そういうのがあると思いますね。やっぱりこう骨がついてるから食べるのが楽しいっていう部分もあるかもしれません。僕は勝手にそう思ってます。はい、それでですね、早速身の部分食べてみました。いや、島ホッケー、やっぱこういうの好きですね。日本料理っていうのはやっぱりシンプルで地味だと、やっぱり魚料理ね、見て思いましたね。はい。なんでも日本料理って地味じゃないですか。スイーツにしてもそうですし、こう派手じゃないっていうんですかね。この洋食の中華の、はい。感じましたね。当然グッドです。味効いてましたね。よく焼けてました。まあ、こうなるとこう、あと引いちゃうんですよね。ちょっとね。島ホッケならではの味です。お魚の味ですよね。ご飯に合いますね。で、当然大根おろしはお魚料理、焼き魚にはつきますね。僕大根おろしはね、ご飯の上にかけてガーって食べちゃったりとかですね、麺類の上にもめんどくさい時はですね、まあ、そういうこともやっちゃうんですけどね。これグッと2つですね。お刺身大根おろしですけど、最後皮もしっかり食べました。美味しかったんで、これで締めました。ちょっとそばもね、食べてみました。盛りそばが380円だったんで、これもね、食べ終えた後に、まあ各種いろいろありますけど、盛りそばがシンプルで大きいですね。こう細麺でやっぱこう綺麗に打ってありましたね。蕎麦もしっかり備えてくれましたね。で、盛りそばです。はい、すいません、おしぼりで手拭くシーン忘れてましたね。きちっといつもおしぼりで手を拭きます。
はい、すいません。はい、いただきます。まあ、もりそばってこうつながってくるんで取りにくいんですよね。おそばの場合は、はい、わさび後からつけてツーンとくるのが好きなんで、混ぜちゃう人いますけど僕は混ぜません。はい、そばの上にですね、まあ食べるようにしてます。いや、これ美味しいです。もうこの時期はもうおそばですね、冷そばですね。はい、これグッドでした。当然です。まあ最後ね、ちょっと残ってたんで、もう完全完食しましたね。美味しいですね。最後ね、つゆもなんか少なくなっちゃいました。そば湯入れてね、最後はこれで締めました。盛りそばでした。でお茶もね、ちゃんとこれボトルに入ってまして、持ってきてくれるんですよ。はい、でお茶っていうかそば湯でした。そば茶、そば湯じゃない、そば茶、これそば茶です。そば茶 ならではの風味があったんで、はい、両方完食しました。いつものようにね、ドライブシーンでね、終わりにしたいと思います。また次回もよろしくお願いいたします。それからチャンネル登録もね、ぜひぜひ、もし気に入りましたらよろしくお願いいたします。それではごきげんようです。